塚本信也は、日本の映画監督、俳優、ナレーター、東京都渋谷区出身。渋谷区立渋谷小学校、渋谷区立原宿中学校、日本大学鶴岡高等学校、日本大学芸術学部卒業。有限外社会重視アター代表取締役。コマーシャルのナレーターとしては、大沢事務所所属。映画監督として自ら制作、監督、脚本。 撮影、美術、編集、出演を兼ねる自主制作スタイルを貫いている。下北沢で生まれ、原宿で育つ。幼少の頃から見ていたウルトラ級に衝撃を受け、中学時代から自主映画を作り始める。当時は怪獣映画に夢中で、つぶらやはじめの著書、特撮の種本をバイブルにしていた。中学2年生の時に、水木しげるの漫画、 原はじめさんを原案にして、父が持っていた8ミリカメラで映画制作をする。商業デザイナーだった父の影響で幼い頃から絵を描くことが好きで、高校、大学と美術学科を専攻。この延長で今でも大体の作品で、自ら美術も手がける。高校時代も4本の映画を制作し、日本テレビ主催のシネマフェスティバルで入賞を果たす。高校の時に、 友人の助言で黒沢明の映画を見るようになり、高校時代は黒沢映画をほとんど見て映画への考え方や脚本の書き方などを勉強する。日本大学芸術学部に進学後、演劇に惹かれ、東場ローラ劇作家に影響され、劇団を主催。しかし、映画監督の夢を捨てたわけではなく、大学在学中に劇場映画の制作を目指すが必わず、卒業後は、 CM 制作会社に就職。中学から続けてきた映画制作はすべて独学だったが、ここで編集技術を学ぶ。CM ディレクターとして働く一方、仕事を続けながら演劇がしたいと社長に相談すると、あっさりと承諾を得るが、舞台と海外出張が重なるなど両立が難しくなり、4年間、勤めた後に退社を決意する。退社後、劇団、怪獣シアターを、 結成、三本の芝居を興行する。1988年、怪獣シアターの仲間と共に作った、電柱小僧の冒険で PFF アワードのグランプリを獲得する。翌1989年、制作費1000万、4畳半のアパートで廃物の SFX と少数のスタッフで制作された、鉄夫が、ローマ国際ファンタスティック映画祭のグランプリを受賞する。 制作時点では海外での上映は考えてなかったが、東京国際ファンタスティック映画祭のプロデューサーの小松沢洋一が海外の映画祭に持っていったことで、一般公開一作目にして国際的に高く評価され、後の海外映画祭における多数の新世代の日本映画評価への先鋒となる。1990年、諸星大二郎の漫画を 沢田健治主演で映画化したヒルコ、妖怪ハンターを制作。塚本にとっては初の35ミリフィルムでメジャー映画一作目となった。1992年、鉄尾2ボディハンマーが世界の40以上の映画祭に招待される。1993年頃には、鉄尾のハリウッド版の企画が持ち上がり、クエンティン・タランティーノが制作に名乗りを上げいき、 統合するが、キャスティングや作品の構想など折り合いがつかず実現には至らなかった。1995年、元プロボクサーで実定の塚本康二の話をもとに映画、東京フィストを制作。自身で主演も務め、役のために1年間ボクシングジムにも通い、弟、康二がライバルのボクサー役を演じた。1997年、初めて、 ベネツィア国際映画祭で審査員を務めた。1999年、塚本が演じる中年のサラリーマンを主人公にしたバイオレンスアクション、バレットバレーを制作。さらに江戸川乱歩の短編小説を映画化した、ソーセージが公開。主演の本木雅宏が発案し映画化され、ヒルコ、妖怪ハンターと同様に大手の映画会社が制作。廃棄を手掛けるが怪獣シアターも、 全面的に協力する。2002年に、大谷健太郎監督の、トラワイユやミイケ・タカシ監督の、殺し屋一に俳優として出演し、第57回毎日映画コンクール、男優女演賞を受賞。2003年、黒沢アスカを主演にエロキシズムな世界を描いた、6月の、蛇で、ベネツヤ国際映画祭、コントロコレンテ部門審査員特別賞を受賞。それまでは、 都市の中で個人が悶々と暴走していく作品を作り続けてきたが、2004年、浅野忠信を主演に、肉体の内部に迫った、ビタールをきっかけに、コンクリートから外に抜け出し鮮やかな大自然も、撮るようになる。2007年、子供の頃から江戸川乱歩のような暗い探偵ものに、憧れ、松田龍平を主演に迎え、悪夢探偵を制作。 ウルトラ級の夢か現実かわからない、世界観にも影響を受けている。この作品は、翌2008年に続編が作られ、シリーズ化した。2010年、鉄尾の発表から20年以上経ち、鉄尾ザ・バレット・マンを制作。ハリウッド版の鉄尾の企画が頓挫してから塚本が極秘に温め続けてきたため全編英語で、主演の鉄尾にはオーディションで、 アメリカ人俳優のエリック・ボシックが選ばれた。この映画はかねてから、塚本のファンだった、9インチネイルズが主題歌を書き下ろす。2012年、塚本がインスピレーションを受け、ビタールの主題歌も担当した、シンガーソングライターのコッコとタッグを組み、ことコを制作。第68回ベネツィア国際映画祭では、オリゾンティブモングランプリを受賞した。2015年、 何年もかけ戦争体験者に取材を続け、市川根監督により1959年に映画化されたのびを自主制作スタイルで再び映画化。それまで都市と肉体をテーマにバーチャルリアリティな世界を描いてきたが、のびでは観客にあえて戦場の生々しさ体感してもらい、悲惨さを伝えるため、市川根晩では避けられた人肉を食べる表現にも、 向き合い容赦のない暴力を描き切った。この描写は、ベネツィア映画祭で上映した際には、現地のマスコミからは、賛否両論だったがとても長いスタンディングオベーションを受け強烈な印象を残す。自身で主演も務め、飢餓状態の一等兵を演じ第70回毎日、映画コンクールでは、男優主演賞と監督賞を W 受賞する。二0十六年、マーティン・スコセス監督の映画、 沈黙、サイレンスマイナスに出演。オーディションで役を獲得したが、もともと塚本が監督した映画を見ていたスコセッシは、同性同名の別の役者がやってきたと思ったという。前年、伸びでは体重を53キロまで落としたが、この作品では、命がけのシーンにも挑む過酷な役柄だったことも、ありさらに体重を40キロ台まで落とし望んだ。2018年、長年、 一本の刀を過剰に見つめる若い老人というアイデアが頭にあり、塚本にとって初の時代劇となるザンを池松壮介主演で制作。伸び制作後も続く時代に対する不安や叫びが、その若い老人の姿と重なり、映画化に至った。鉄夫の公開以降、都市と肉体をテーマに作品を作り続け、多くのクリエイターに影響を与える。クエンティンパランティーノ キレルモデルトロ、ジェームズ・ワン・アンディ・ワネル、ギャスパー・ノエ、ダーレン・アロノフスキーといった映像作家も、塚本フリークを公言している。また、星野源、ナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナー、フライング・ロータスといったミュージシャンにもフォロワーが多い。自身が影響を受けた監督については、熊城達巳、黒沢明、岡本喜八、今村昌平、市川昆、デビット・クローネンバーグ、 リドリー・スコット、マーティン・スコセッシラを挙げている。子供の頃から読書が好きで、子供の頃に読んだ、江戸川乱歩の小説の世界観は、塚本作品にも取り入れられている。大岡昌平の、のびは、高校時代に読んで衝撃を受け、長い年月をかけ、自身で映画化している。漫画では、水木しげるや山上達彦の漫画を読んで、中学、 高校時代に8ミリフィルムで映画にしたり、映画監督になってから作った鉄夫は梅津和夫の私は慎吾から強い影響を受けている。若い頃から人間の中にある暴力性をファンタジー的に描いてきたが、ことこ、のび、ざんでは暴力への継承や嫌悪感を感じ取ってもらうため、あえてリアルに描いている。塚本作品といえば金属が出てきたり激しい。 表現も多いが CG は補助的にしか使わずアナログな手法で迫力を演出している。映画はお金を出してる人のものという考えでほとんどの作品の制作費は塚本が集めている。映画制作の際には自身の映画制作会社怪獣シアターでボランティアスタッフを募集。ボランティアスタッフは2作目の参加からはプロとして雇う。時には海外から参加する。 塚本ファンもおり、ボランティアスタッフ出身者には、映画監督や、脚本家として活躍する、吉田圭介、吉田美月、坂本歩美、中村優子、黒木久勝らがいる。講師以来も多く、2011年には、多摩美術大学造形表現学部、映像演劇学科の教授を1年間務めたが、映画制作については、自分の現場を体験してもらうのが一番としている。 映画音楽の石川ただしとは、ほとんどの作品でタッグを組んでおり、2017年に石川が亡くなるまで、塚本作品には不可欠な存在であった。俳優としては、自身の作品に止まらず他の監督の映画やドラマにも、出演。俳優としての自身のことは、聞き分けのいい俳優だと話す。ナレーターとしても、数多くの CM のナレーションを担当し続けている。 ありがとうございます。